阿蘇ジオパーク推進協議会と国立阿蘇青少年交流の家は、このほど、阿蘇ユネスコ世界ジオパーク活動パートナーシップ協定を締結。今後、青少年を対象にジオパークへの教育活動を行うことになりました。これは、阿蘇ジオパーク推進協議会と国立阿蘇青少年交流の家が、 持続可能な開発を達成するために双方で論議を重ねて今年の5月21日に協定を締結したもので阿蘇ジオパーク初めてのパートナーシップ協定の締結となりますパートナーシップ協定では阿蘇地域の地形などをはじめ伝統文化の保存伝承 生態系の保護など持続可能な発展を担う青少年への教育活動を通して双方が協力し育成するとなっています今後の活動としては国立阿蘇青少年交流の家を利用する学校などの支援としてジオパーク学習や防災・減災教育プログラムの展開さらに小学56年生を対象に阿蘇ジオパークを地域教材にした ジュニアジオガイド講座などが予定されています阿蘇ジオパーク推進協議会と国立阿蘇青少年交流の家では協定を締結したことで阿蘇ユネスコ世界ジオパークを盛り上げていくことにしています。